セクストス・ユリウス・カイサルは、紀元前2世紀中頃の共和制ローマのパトリキ出身の政治家、軍人。紀元前157年にコンスルを務めた。ユリウス氏族は、パトリキ系の氏族の一つで、自らの祖先がアエネイアスの息子ユルスであるとし、アエネイアスを通して、女神はエノスにも連なると主張していた。王政ローマにおける第三代の王。 トゥッスホスティリウスによって滅ぼされ、ローマに従させられた、ローマの隣国アルバロンガの有力者の一族である。共和制初期には、紀元前489年のガイウス・ユリウス・ユルスから、紀元前379年のルキウス・ユリウス・ユルスまで、多くの失政官や失政部官を排出してきた。しかしながら、その後の200年間は振るわず、 唯一紀元前267年に、ルキウス・ユリウスリボが執政官を務めたのみであった。カピトリヌスのファスティによると、カエサルの父のプライノーメンは、セクストゥス、祖父は、ルキウスである。父セクストゥスは、紀元前208年のプライトルと思われ、記録で確認できる限り、最初に、カエサルのコグノーメンを名乗った人物である。現存する資料に、カエサルが、 初めて登場するのは、紀元前181年のことである。プロコンスルルキウス・アエミリウス・パウルスの下で、トリブヌス・ミリトムを務めた。パウルスは、リグリア人と戦ったが、カイサルは、ルキウス・アウレリウス・コッタと共に、ある戦闘で、第3軍団の指揮を取った。しかし、現代の研究者は、このリグリアでの戦争全体の話が、古代の年代記変者の創作である。 可能性があると考えている。紀元前169年、元老院はカイサルをガイウス・センプロニウス・ブライススと共に特使としてバルカン半島に派遣した。ちょうど第三次マケドニア戦争の最中であり、ローマの軍司令官ルキウス・ホールテンシウスはギリシアの都市アブデラを勝手に占領、略奪し、その住民を奴隷にした。特使たちは、 元老院の命令をホルテンシュースと全執政官、アウルス・ホスティリウス・マンキヌスに伝えた、アブデラに対する攻撃は全く正当化できず、奴隷に売られた人々をすべて探し出して自由にすること。この時カイサルはすでにクアイストル経験者であったと思われる。紀元前165年、カイサルはアエディリス・クルリスに就任した。同僚はクナイウス・コルネリウス・ドラベッラであった。 この年のメガレシア祭りで、テレンティウスの義母ボが初演された。しかしながら大変に不評で、第一幕と第二幕の間に、多くの観客が劇場を出て、綱渡りと検討し競技を見に行った。カエサルの政治歴の頂点は、紀元前157年で、プレブスのルキウス・アウレリウス・オレステスと共に、失政官に就任した。カエサル家から失政官となったのは、彼が最初であった。 紀元前147年、カエサルはアギリシアに派遣された施設団の長を務めた。アカイア同盟は第四次マケドニア戦争後にローマに対して敵対な態度をおろり始めていた。カエサルの任務はローマと敵対関係にならないように説得することであった。しかし、アイギムとテゲアで行われた交渉は完全に失敗に終わり、戦争は避けられないものとなった。 紀元前146年にアカイア同盟はローマに対して反抗するが、ローマから派遣されたルキウス・ムンミウスにコリントスの戦いで敗北一連の戦役でコリントスが廃墟とカシ同盟は消滅した。なお、歴史学者ビルヘルム・ドルマンは紀元前181年のトリブヌス・ミリトムは失政官セクストスとは別人と示唆した。しかし、歴史学者 フリードリッヒ・ミュンツァーは、この仮説には根拠がないと断言している。カエサルには二人の息子がおり、同名の息子セクストゥスは、紀元前123年に、法務官を務め、もう一人のルキウスは、時期不明ではあるが、造兵官を務めているルキウスは、紀元前102年の失政官、クイントゥスルタティウスカトゥルスの母と結婚し、その子が、紀元前90年の失政官、 ルキウス・ユリウス・カイサルとガイウス・ユリウス・カイサルストラボ・ウォピスクスである。ルキウスの同盟の息子は、紀元前64年に、執政官を務めた。ありがとうございます。